一心切磋琢磨の胸の奥まで届くようなメロディー奏でる。なんだ今の音は。もしやこの建物が壊されそうになってるのか。大丈夫か？夜の闇に紛れて大砲を狙い、一定の戦果を上げることはできたのですが、羅刹隊の人数は限られてるからな。俺たちだけで戦況を覆すのはちょっと無理だ。ここまでですかね。雪村君、無事かね。あんたがこいつをかばってくれたのか。感謝するぜ、三男さん、平助。土方君、口惜しいですが、もはや大勢は決しました。我が羅刹隊は敵を圧倒していますが、それでもここまで周囲に押し込まれていては意味がない。俺一人ならどんな目に遭わされようと最後の最後まで戦うんだがな、この場はやむを得ねえか。全軍撤退だ。三男さん、平助、しんがりとして援護を頼めるか。心得ていますとも。おう、任せてくれって。では雪村君、君に一つ頼みたいことがあります。我々羅刹隊はこれより全員出撃して敵を食い止めることになりますが、その隙に羅刹について記した資料を井上さんと共に大坂城まで運んでほしいのです。これまで多くの
犠牲を払い改良を繰り返してきた羅刹の資料、そして何より落ち水が敵側に渡ると厄介なことになります。頼みましたよ。持ち出すことが難しいもの、後に代用が効くものはここで焼き捨てます。君と井上さんに託すのは落ち水そのものや材料、そして最低限の書類のみです。ではどうぞこちらへ。建物が崩れる前に渡しておかなくては。心配はいらないさ。大坂城へ着けば彼らとは必ず合流できるんだからね。おととい伏見奉行所で言ったことを忘れたわけじゃないだろう。日が沈めば銃で狙いをつけるのは難しくなる。もう少しの辛抱だよ。あの着物は薩長の軍勢のようだね。彼らに気づかれないようやり過ごすしかなさそうだ。おそらく淀のあたりに近づいているのは確かだと思うが、誰かがこちらへ近づいてくるぞ。雪村君、隠れて。その声は
そこにいるのかい？無事な姿を見せてあげたまえ。久しぶりだね。綺麗になったな。そちらにおられるのは確か新選組の井上さんでしたかな。娘をここまで連れてきてくださってありがとうございます。いや、礼には及びません。長い間頼りも出せずにすまなかった。実は遠く離れたところに囚われていてね。お前も新選組に囚われているのだったね。私はお前を探しに来たのだよ。もしお前が今回の戦に巻き込まれて命を落としてしまったらと、それだけが気がかりでね。残念だが、大坂城には行かないのだよ。私も、お前もね。今の言葉は一体どういう意味ですかな？決まっているではないか。娘は新選組には返さぬと言っているのだ。
武田君、あんたは切られて死んだと聞かされていたのに、生きていたのか。生きていたんだよ。そこにいるジジイに助けられてね。なんだって。さあ、私たちと行こう。何も迷うことはないだろう。雪村君、行動さんは信用できるかい？ありがとう。ここは私が引き受けよう。君は先に行きなさい。大丈夫。私はこれでも新選組の組長だよ。時間を稼いだらすぐに後を追うさ。ここから一番近くにいるのは淀方面で戦っている遊撃隊だ。そこまで逃げれば伊庭くんがいるはずだよ。絶対に死なないでくださいね。危険だと思ったらどんな手を使ってでも逃げて生き延びてください。今日君の願いを聞くべきじゃなかった。無理やりにでも大坂城に連れて行くべきだったって。僕を後悔させるような結末にはしないと約束してください。行きたまえ。君は君の務めを果たしなさい。いい子だ。君に危ない真似はさせられんよ。もし君をここで死なせてしまったら、伊庭君にどれだけ恨まれるかわからない。行きなさい、雪村君。行けと言っているだろう。